株式会社テレビフラムコ代表取締役社長カナさんの方が皆様に一言ご挨拶申し上げます。今の時聞いてなかった花火大会を開催してまいりました。国道57号線噛まれると緑車線下に伴い2005年から2010年までの間は福崎大球場で会場を移して開催いたしました。大西市長をはじめ方々のご尽力によってこの毛もこの花火大会が決定し、違うかな、話しかないか、それ真っ黒だもんね。よくわからんけど、ポンちゃんもうちょっと綺麗よ。白しかなかった。白しかないっていうところないもん、色がね。ハトかな、ハトか。2020年以降、残念ながら中止となっておりましたが、本日4年ぶりに開催できることを心から嬉しく思います。熊本県警や地域の皆様をはじめ、開催に向けご協力をいただきましたすべての方々、そして本年も特別協賛をいただきました最終巻制約様に熱く御礼申し上げます。私ながらもご挨拶をさせていただきます。会場の皆様、本日は夜空を彩る一番初の花火を十分にお楽しみください。首のここら辺白い毛入ってる。さて、